JR 東海編、JR 西日本編、プチ電車シリーズ、新幹線923型、ドクターイエロー。このおもちゃは、全部で3両あり、先頭車、駆動車、後尾車があるよ。今回紹介するのは先頭車両。連結してさらにレールを組んで遊べるよ。それでは早速開封してみるよ。ドクターイエローの正式名称は新幹線電気軌道総合試験車で、線路の歪み具合や架線の状態、信号電流の状況などを検測しながら走行して新幹線の軌道や電気設備、信号設備を検査するための事業用の車両。普通の乗客を乗せる新幹線ではなくて、新幹線が安全に走行できるように必要な事業用車両なんだ。だから走行区間や走行時刻などの詳細が全く公表されていないため、ドクターイエローを目撃すると幸せになれるという都市伝説があるんだ。でも大体の時間が決まっているらしく、目撃情報と合わせると同じ時刻に行けば見れるチャンスはあるみたい。今回はここまで。最後まで見てくれてありがとう。他にもたくさんの列車を動画で紹介しているので見てね。